吉田さん、こんにちは。なんか初心を忘れるべからずってありますよね。でなんか使い古された言葉なんですけども、振り返ってみるとね、やっぱりね、一回りして初心を忘れるべからずに来ましたね。私今ね、ポイントサイト一生懸命毎日やってるんですよ。いや面白いですね。あのセルフバッグを A8 ネットで始めた時ぐらいの感動があってすごく楽しいです。今リアルセミナーやってないんですけども、毎日お問い合わせいただく中でね、ポイントサイトの使い方とかどの案件がいいか本当にね、私もやりながら人にお伝えできてるんですよ。で中にはね、なんか3年ぐらい前からポイントサイト始めたんだけども、なんかうまくいかないんだとかね、いう方もいらっしゃって、3年前ってことは私はずいぶん前にセルフバックやってますけども、その後発なんですよね。でその後発のうまくいかないって方のさらに後発でまた私がいるみたいなね。だからセルフバックとかポイントサイトでうまくいかない人のクエスチョンって私多分全て回答済みなんですよ、この7年8年で。だからね、時間が経っても結局はね変わってないということが分かりました。まさに初心忘れるべからずっていうか、千里の道の一歩なんですけども、その一歩、千里のうちの一歩のその最初の一歩の歩みをですね、私ずっと繰り返しているような気がします。でいただく質問ってその千里の道の一歩の最初の一歩に全部含まれてるんですよ。だから2歩目とか3歩目の質問っていうのがめったに来ないですね。特にポイントサイトの質問って私ね、もう今まで何十回何百回答えてきたかってみたいなのが来るんで、なんかマーケットは変わってないなと思いましたね。セルフバック A8 ネットが今モッピーというポイントサイトに私がねフィールドを変えたんですけども、全く変わってない。だからそれは勝てますよ、7年8年前の知識でも。だからこのね、情報業界ってスピードが速いんですけども、ただねやることっていうのは変わってないなと思いましたね。せいぜいプラスアルファで YouTube するぐらいですよね。いやでも当時も A8 ネットの質問私 YouTube で回答してたなと思うんですよ。でたまにね、あの YouTube でこうやり取りしてた方がセミナー来ましたけども、私のセミナー、同じですね。ということでね、やっぱりやってみることだなんですよね。で逆に言うとね、今までの人生でいや自分はこれをやったんだ、これのプロなんだって言えることが、どれだけあるかなってことですよね。でプラスアルファで今その情報の世界に入ったわけですよ、インターネットのビジネスの世界に。じゃあそこでは今までの実績がまあ使えるんですけども、最初はね使い方が分からなくて戸惑うと思うんですよね。まあけど得意分野を得意にする前は多分どんな方でもね得意ではなかったと思うんですよ。でやってることって地道な作業であったり、まあ基礎的なことの繰り返しですよね。やっぱりそれはなんかマーケット回答も同じだなと思いますよね。私がこれからね、例えば将棋を始めるとしたら多分駒の呼び名とその機能を覚えるはずなんですよ。そうですよね。で、どのぐらいの作戦があるのかってことを身につけていく、どんな打ち方があるのかって身につけていく、で実践に挑む、こんな感じですよね。だからインターネットビジネスの業界に入ってもじゃあどんなね、呼び名があるのかとかね、どんなノウハウがあるのか、どんな特徴があるのかってことを覚えていって使っていくって感じですかね。だからあんま変わんないですね、本当にね、攻略の仕方は。まずはいろんなことを暗記して知るってことから始まって、やってみてトライアンドエラー、やってみてエラーをする、エラーをするからもう一回やってみてエラーの確率が減る、そういうことによってだんだん熟練して上達していくんだろうなと思いますよね。変わんないですね。で今回ね、なんだこれ、車の保険が来ました。私複数台車持ってるんでこういうのがいっぱい届くんだろうなと思いますけども、そういえば車の保険のセルフバックってやったな、懐かしいな、何回やっただろう。これもだから1件1500円とかになりますからね。今持ってる車の台数かける1500円くらいで案件があったらやりたいなと思いますんで、ポイントサイトの中からこうやってね、インターネットの自動車保険の案件探してみようかなと思います。ということで、もう無数にありますね。クレジットカードができないからできませんみたいな人いますけども、なんだそれはと、
ポイントサイトの中のね案件を1000個以上やった私に言わしてみれば、カードなんてよくやって30件ですよ、ね、30件やるとどんな私でもね行き詰まるんですよ、カードだけで見てると。ってことはカード以外を970件以上やってるんですよ。でそっちの970件の方を見ていけばカードなんていらないんですよね。カードができないから セルフバックができませんっていうのは、うん、ちょっとねあまりにも短絡的すぎてまだ見てないなと思いますね。まだ他にもいろいろやりたいこと言いたいことがあるんですけども、今日はこの辺にしておきますけども、うん、YouTube の機能にしてもね、ただ動画を流すだけじゃなくて本当にワントゥーワン動画とかノウハウ動画とか、うん、こう今までやったメンバーシップとかあるじゃないですか。なんかむちゃくちゃやり方あるなというのが印象ですね。いってらっしゃい。